こんにちは、美容家の夏美です。今回はコスメキッチンで購入できるナチュラルオーガニックのギフト特集というテーマで動画を撮っていきたいと思います。で、今回は3000円以下と5000円以下の2パターンご紹介したいなと思います。結構プレゼントってお渡しする相手によっても選ぶものって変わってきますよね。なのでどんな方にお渡しするのかっていうのもちょっとイメージしながらアイテムを選んでいきたいと思います。で、まずはコスメキッチンで購入できる3000円以下のプレゼントをご紹介していきます。で、最初にご紹介したいのがヘアケアのアイテムです。ご紹介したいものが4つあります。1つ目はこちらのオーバーイエフェのボリュームシャンプー、2つ目がこちらのジョバンニのフリッツビーゴンスムージングヘアセラム、3つ目がウカのスカルプブラシ剣山、4つ目がジョバンニのパドルブラシです。まずオーバーエフェのシャンプーは私がすごく個人的に大好きで使っているっていうのもあるんですけど、結構プレゼントとしてもよく送っているアイテムです。こちらトリートメントいらずのシャンプーなので、もう1回洗いですごく楽ちんなんですよ。しかも髪の毛はしっかり潤ってまとまるので、これを初めて使った時は本当に感動しました。で、特に、すごい忙しい方とか、小さいお子さんがいらっしゃって自分のケアになかなか時間がかけられない方にすごいおすすめかなと思います。続いてこちらのジョバンニのヘアセラムですね。こちらは洗い流さないトリートメントになります。ジョバンニはいろいろなシリーズがあるんですけど、こちらのヘアセラムは特に人気のアイテムですね。ベタつかなくて軽いテクスチャーなのですっごく使いやすいです。髪質問わず使いやすいのでプレゼントしやすいと思います。で、ヘアブラシも男女問わず世代問わずプレゼントしやすいアイテムかなと思います。で、このウカのブラシはシャンプーをしながら使うもので、このジョバンニのブラシは乾いた髪に使うものですね。で、ウカのスカルプブラシは硬さが何種類かあるんですけど、こちらの剣山が一番ポピュラーかなと思います。で、ジョバンニのパドルブラシはこちらミニサイズなんですけど、通常のサイズの方も3000円以下で購入することができます。ちなみにこんな感じでセラムとブラシを組み合わせて5000円以下のプレゼントにしてもいいかなと思います。続いてはボディケアのアイテムです。こちらのジョバンニのボディスクラブです。こちらのジョバンニのスクラブは本当に大人気ですね。今私が持っているのはソルトボディスクラブなんですけれども、で、個人的にはチョコレートの香りがするシュガーボディスクラブの方が好きで、プレゼントにも送ったことがあります。で、こちらはお風呂場で濡れたお肌になじませて使っていただくようなものになります。私はナチュラルオーガニックのアイテムを使う前は結構ボディ系のスクラブとかで肌が赤くなってしまったりとか荒れてしまうことが多かったんですけど、ジョバンニは角質ケアもすごく穏やかだし、お風呂上がりお肌がつるんとしっとりしてすっごい使いやすいですね。で、ジョバンニはブランド自体ファーストオーガニックなので、ナチュラルオーガニック初めての方にもプレゼントしやすいかなというふうに思います。で、こちらも送る相手をそんなに選ばないアイテムかなと思うんですけど、私は結構同世代の方へのプレゼントとして選ぶことが多いかなという感じです。で、続いてはプレゼントの定番のアイテムということで、リップクリームとハンドクリームをご紹介します。まずはリップクリームです。マルティナのリップバルサムです。はい、こちらはどんなリップクリームを使っても唇荒れが治らないという方に本当にぜひ試していただきたいアイテムですね。唇の保湿ケアは男性も女性もほぼ皆さん必ずしているんじゃないかなというふうに思うので、どんな方にも需要のあるアイテムかなと思います。で、特にマルティナのリップバルサムはラノリンが配合されていて、もう頑固な唇荒れにもアプローチしてくれます。
こちらはリップバルサムということで、リップクリームよりもちょっと重めのテクスチャーにはなっていますね。瓶にたっぷり入っているので、お家でリップパックとか贅沢に使ってみてくださいねなんて一言添えてプレゼントするといいんじゃないかなって思います。で、続いてはハンドクリームなんですけれども、同じくマルティナから出ているカミーレハンドクリーム、こちらもねすっごいおすすめです。で、ハンドクリームって結構プレゼントに選ばれることが多いと思うんですけど、こちらはなんかおしゃれなハンドクリームっていうよりはもうガチの手荒れ対策用ハンドクリームっていう感じですね。特にこちらは水仕事の多い方にプレゼントすると本当にねめちゃめちゃ喜んでいただけますね。もうめちゃめちゃ濃厚なテクスチャーのハンドクリームなので、私は日常使いっていうよりは眠る前にたっぷり塗って手袋をして眠るようにしていますね。昼間使うときはちょっと量を調整して少なめでまず塗ってもらうといいのかなと思います。で、もう一つハンドクリームでおすすめしたいものがあります。私が今持っていないアイテムなのでちょっと画像を出しますね。ウェルネスピーナッツの UV ハンドクリームです。UV ケア効果のあるハンドクリームです。これからの季節は紫外線がねちょっと気になりますよね。コスメキッチンでもいろんなハンドクリームがあるかと思うんですが、保湿のケアと UV ケアが一緒にできるのですごく便利ですし、なんかお得感もあっていいかなと思います。で、結構手の甲って日焼け止めを塗り忘れてしまうし、うっかり日焼けもしやすいパーツなので、 UV ケアができるハンドクリーム一つ持っていたら便利かなって思います。こちらのハンドクリームは先ほどご紹介したマルティナのハンドクリームよりも幅広い方々に使っていただきやすいのかなっていうふうに思いますね。はい、続いてはハーブティーをご紹介します。はい、こちらです。トーンのフラワーティーです。こちらはビタミン C のドリンクでパウダー状のハーブティーになっております。で、こちらはお水とかお湯とか炭酸水に混ぜて飲んでいただくようなものになるんですけど、ハーブティー独特の香りとか味は全然しなくて、甘酸っぱくてジュースみたいにすごく美味しいです。ハイビスカスとかエルダーベリー、カモミール、リンデンなどのフラワーエキスが入っています。で、こちらは妊娠中や授乳中の方にも飲んでいただけるので、妊婦さんとかにもすごいおすすめです。はい、では続いてはスキンケアのアイテムをご紹介します。スキンケアのアイテムで3000円以下ってなると結構アイテムが限られてしまうんですけれども、そういった中でトーンから2つご紹介したいと思います。はい、こちらです。トーンのモイスチャーレイヤードミストとトリートメントスティックです。トーンのスキンケアアイテムはオーガニックのスキンケア初心者さんでも取り入れやすいファーストオーガニックステージで、香りも万人受けするようなお花の香りになっているので、プレゼントとしてすごく選びやすいかなと思います。で、手頃な価格のものだとオイルがブレンドされたミストスプレーと、シミとかニキビ跡に塗り込むビタミン C のスティック美容液がいいかなと思います。で、オイルインミストはメイクの上から保湿をしたり、髪の毛とか全身にも使えるの で結構いろんな用途で使っていただきやすいんじゃないかなと思います。で、トリートメントスティックはコンパクトサイズのビタミン C の美容液で、シミとかニキビ跡など気になるところに塗っていただくようなものになります。で、メイクの上からも使っていただくことができるので、目元の保湿ケアだったり、あとは唇に塗っていただくと保湿のケアもできますし、ビタミン C がくすみのケアにも役立ってくれるので、ポイントごとの保湿やくすみのケアができちゃいます。トーンは普段ナチュラルオーガニックのスキンケアアイテムを使わない方でも取り入れやすいですし、美容が好きな方だったら特に興味も持っていただきやすいんじゃないかなって思います。はい、ではちょっと長くなってしまったんですけど、3000円以下のアイテムはこちらで以上になります。で、続いては5000円以下のアイテムをご紹介したいと思います。
3つご紹介したいものがあります。5000円以下で設定してもらうと、結構コスメキッチンのスキンケアのアイテムも選べるんじゃないかなと思います。プレゼントを受け取る相手が、ナチュラルオーガニックのスキンケアが好きかどうかわからないという前提でちょっと3つ選んでみました。1つ目はこちらです。トーンのブースターセラムです。はい、こちらはもうコスメキッチンで大人気のブースターの美容液になります。コスメキッチンのアイテムは使ったことないけど、こちらのトーンのブースターセラムは知っているっていう方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。ブースター美容液はスキンケアの底上げアイテムなので、今皆さんが使っていただいているスキンケアアイテムの効果実感を高めてくれるようなアイテムになりますね。で、まあブランドにもよりますけど、美容液って結構高いじゃないですか。でこちらのブースターセラムはコスメキッチンの美容液の中でも特に手頃な価格で手に取りやすいっていうところが人気のポイントの一つかなと思います。はい、そして肌質問わず使いやすいっていうところも魅力の一つかなと思います。はい、続いてのアイテムはこちらです。はい、ファミュのドリームグローマスクです。はい、こちらも大人気のアイテムですね。やっぱり高級なシートマスクはご褒美感がすごいあるので、プレゼントに最適かなと思います。こちらは1枚770円くらいしますね。でファミュのマスクは1枚売りをしていないので、やっぱり1枚だったらちょっと買ってみようかなっていうこともあると思うんですけど、なかなか6枚だとお肌に合うかもわからないし、自分で買うには勇気がいる価格かなと思うので、プレゼントでもらったらすごく嬉しいかなと思います。で私は結構3000円以下のプレゼントとこのシートマスクを1枚組み合わせて、なんか4000円弱のプレゼントみたいな感じで渡すことも結構ありますね。でこちらのファミュのスキンケアアイテムとか、あと先ほどご紹介したトーンに関しては結構雑誌でも取り上げられている印象なので、ナチュラルオーガニックのスキンケアを使ったことはないけどブランドだけは知っているという方はかなり多いんじゃないかなと思いますね。はい、次が最後のアイテムです。はい、こちらです。アンティボディースのオーラマヌカハニーマスクです。こちらも本当に大人気のアイテムで、特にアンティポディースの中では一番人気のアイテムになりますね。こちらも何度もご紹介しているんですけれども、塗って洗い流すタイプのクリームマスクです。こちらのマスクは保湿と鎮静が同時にできるので本当に出番が多いです。例えば花粉で揺らいだお肌にもいいですし、さらにくすんだお肌も明るくなるので、本当にいろんなお肌悩みにアプローチしてくれるアイテムになりますね。で、アンティボディースのスキンケアの特徴としては香りがとってもラグジュアリーなんですよ。で結構デパコスが好きな方で、シャネルとかそういうハイエンド系のブランドが好きな方とかは、アンティボディースのスキンケアの香りは結構好きなんじゃないかなというふうに思います。アンティボディースのスキンケアの香りは、元ハイエンドブランドにいた調香師の方を招いて、香りの調合をしているそうなので、デパコス信者の方にも一度試してみてほしいなって思うブランドですね。20代から結構年齢上の方まで幅広い世代の方に使っていただきやすいかなというふうに思います。はい、こんな感じで今回はコスメキッチンで購入できるおすすめのギフトをご紹介しました。特に3000円以下のアイテムはおすすめのアイテムがたくさんあったので、もう皆さんを迷わせてしまうかもしれないんですけれども、一応ジャンルごとにご紹介をしたので、よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。はい、では今回も最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらこの動画にいいねとチャンネル登録をしていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。